アンドレ・ジョリベはフランスの作曲家、音楽教育者。様々な作曲技法を用いて、ラジカルな前衛音楽からポピュラーな CM 音楽まで幅広い分野の作曲を行い、音楽のジキルとハイドと揶揄されるほどであった。技師でアマチュア画家の父親とピアノ教師の母親との間にパリのモンマルトルで生まれた。母親からピアノを教区神父からは、 天礼音楽と火星学の基礎を学んだ。さらにはチェロを学び、音楽以外に絵も学んだ。芸術家となることを夢見るが、両親の反対で市販学校に進学する。しかし、ソルボンヌ大学でアンリ・ベルクソンの哲学に触れ、ますます芸術に対する意欲を高め、創作意欲を募らせた。卒業後は兵役を務めた後に教師となったが、1927年に、 合唱大式者、ポールル・フレムに出会った。フレムから近代化声学や大応法を学び、シェーンベルク、ベルク、バルトークラの作品を研究した。その後、フレムの紹介で、エドガー・バレーズに支持することになった。ジョリベの音楽には、バレーズ流の十二音技法、実験的音響、多楽器に対する偏愛といった、バレーズの影響が色濃い。 こうした直接的な影響のみならず、バレーズから紹介されたシュールレアリズムの画家や詩人を介しての芸術的刺激も大きな影響となった。これに加え、1931年の国際植民地、博覧会、1933年の北アフリカへの旅行を通してジョリベは異国的、異教的音楽を体得していった。1934年、 オリビエ・メシアンから手紙を受け取り、当時支配的だった、新古典主義音楽に対抗し人間性の回復、ベルリオーズへの回帰を目指す芸術サークル、若きフランスを立ち上げることになる。この頃、彼は、調整から自らを解放することを目指しており、異教の呪術性を強調した、呪術的武闘、舞踏、五つの儀礼的舞踏といった作品を相次いで発表している。 第二次世界大戦中に着想した兵士の三つの嘆き以降は、調整旋律に基づく叙情的な作風で人気を博した。さらに終戦後には、戦前の呪術的な音楽と戦中の叙情性等を古典的な形式に統合した競争曲や公共曲を作曲している。この時期には、国立音楽協会の設立者に名を連ね、文化大臣、 アンドレ・マルローの顧問やパリ音楽院教授を務めた。日本人では、平義久とシシュド・ムツオが彼の弟子であり、松平頼綱は彼の賞賛を得て世に出た。こうしたことから公的な活動や教育のための講演会などがスケジュールの多くを占めるようになったが、それ以後も創作意欲はやむことなく作曲を続けた。 1974年にインフルエンザをこじらせて69歳で逝去した。日本の朝日新聞ではトップ記事の扱いであった。最後の住居であったパリ759リでバルネに記念碑がある。過激な実験的な前衛音楽から CM 音楽まで手掛け、作風を何度も変えていることから彼を転校者あるいは音楽のジキルハイドと非難する音楽家も多い。 ピエール・ブーレーズとは不仲である。日本人の作曲家では、八代ロ・アキがジョリベを激しく非難しているが、これには、パリ音楽院時代の個人的な確執が背景にあると考えられている。また、来日した際、日本のパチンコにどっぷりとハマってしまい、国内で過ごす時間のほとんどをパチンコに費やしてしまった。以降、彼のパチンコ・パチスロへの興味が尽きることはなく、 数年後には二大ピアノのためのパチンコを作曲するまでに至った。ありがとうございます。